エルバをお探しか。はい。ヘルバから多少は聞いてはおる。黄昏の碑文な。ざっくり言って、それ自体は、精霊の時代がいかにして終わりを告げたかを語るものだが。終わりの物語？さよう。しかし、テキストも散逸しておる上に、これがえらく難解でな。まあ、一筋縄ではいかん。さっきから気になってたんだけど、ここの人たちって、他では見かけない姿ばっかりだけど？ここは、元来失敗作と呼ばれる、NPC の集うデータの吹き溜まりだった。それを面白がりキャラデータをいじくり回して失敗作をロールする PC も集まるようになってな。今となってはその境界も曖昧で、自分は PC なのか NPC なのかもわからなくなってるやつもある。もしかするとすでに肉体はなく、キャラデータだけが動き回っているやつさえおるかもしれん。そう、ハロルドのようにな。ハロルド？どうしてもモルガナと話し合う必要がある。彼女のところに行くには生身の体が邪魔になる。だとしても行かなくても、私たちのアウラのために。エマ、私にあと少しの勇気。ヘルバ！この世界の創造者、ハロルド・ヒューイックの言葉よ。で、私に何か用？黄昏の碑文。坊やたちもそこにたどり着いたわけね。あら、珍しいお客さんだこと。ネットスラムを代表して歓迎するわ。楽園へようこそ。あ、バルムンク。あなたはリョースに着いたわけね。偉そうに言ってた割には脆いもんね。俺はお前らとは違う。坊やの後をつけ回すなんて、フィアナの末裔の名が泣くわよ。バルムンク、僕たちを利用したのか？秩序を取り戻すためには仕方のないことだ。秩序？世界が欲する秩序とあなたが望む秩序、あるべき姿はどちらかしら？無論私が望む秩序だ。役者が揃ったってわけね。無駄口はそこまでだ。やはりお前たちはこの世界にとって危険な存在でしかない。消えてもらう。何をした？私は何もしていない。彼女は私たちがお気に召さないみたい。彼女？そう、つまりこの世界そのもの。
度タウンに戻ろう。もしかすると、この時がターニングポイントだったのかもしれない。僕とゲーム・ザ・ワールドとの関わりは、遊びの域を超えてしまった。しかも、事件はネットの外にまで広がりつつあった。